東尾さんはお孫さんと、こう毎日会って遊びたいということでしたけれども、そういう空間っていうのも。必要だなと思われます。いや、もう贅沢言えませんよ。それももちろんそうですけど、贅沢言えませんよ。あの、胸続きだとか。はい、そうであれば、もうあとは贅沢言えませんよね。<laughs> あとはもう空間だろうが、なんだろうが、もう。贅沢言えません。はい。あれば。<laughs> あれば。あれば嬉しいです <laughs>。<laughs> 玄関とかどうですか。やはり、こうそれぞれに欲しいものですかね。 あの、やっぱり時間帯で、あの、やっぱり。両親早いんですよ、寝るの、やっぱすごく。うん、だから、あの。ちょっと遅くなった時に、気を使うじゃないですか。帰ってくるのでも。はい、だから、まあ、まあ、そこが、まあ、別にあれば、また、あの。まあ、楽は楽かなと思いますね。そうですねあれ、あの。門に。表札が二つんですよ。んちょっとかっこ悪いよね。<あ>名前の違い。う <laughs> ね。 こっちは同じ名字で描かんだけど、こっちはな東証と一字だったらさ、ちょっとどうの格好悪いそうするって何もないじゃないですか。まあおよくあるのはやっぱそういうのが多いので、あとはまず表札絶対出さなきゃいけないわけでもないので、あの表札はいるだろう男としては。まあそういう方はあのどっちかの名前をやったりとかはあります。どっちかの名前。はい。 なるほど <laughs> ではですね、えー、ここからはあの東尾理子さん、石田純一さんに対して、まあ、ちょっとプライベートなことなんですけれども面と向かって言えないけれども思っていることなんて伺ってもよろしいですかやっぱり、なんて言いますかね若い、まあ、たちが家を作ったときに設計図とか見せてくれなかったですね見いのい。 はい。あんまりどこかも知らなかったし、うん、で出来上がったところ何一つあのそういう親のこととかね考えてない設計になってやん。<laughs> 何お前なんでこれってもう新興みたいなそういうの作った泊まれる空間とか。全然僕、ね、私が言ったちいたっ泊まれる空間ないです。あ泊まったことはないですか。ないですよ。あ空間ないです。ですはい、はあちょ。ちょっと不満 <laughs> そばあたりが。 全然考えてないなと思って、それと設計とかそういうの全然見せてくれなかったし、うん、ちょっと相談してほしかったなとやっぱり親の立場からしては、ちょっとあると思ったけどね、うもう自人祭だけですよ、あとは全く知らなかった、あの先ほどこうよく怒られるという話でしたけれども、喧嘩をされたりということはあるんですか、あ娘とですか、うん、まあ喧嘩にならないですよね。 やっぱり向こうは正論とかいろいろ理屈っぽいこと正論ですから。はい。まあ僕と石田は。って謝ってるばっかりで。そうなんですね。同じようなタイプですから。<laughs> 謝ってるばっかりですよね。同じようなタイプ。ですねなるほど。えー、では正人さんは。矢沢慎さんに対して。面と向かっては言えないんだけど、こうこういうこと思ってるんだよみたいな話ってありますか。すあ、不満ではなくても <laughs> 大丈夫ですよ。逆でも大丈夫です。あの。うん、特にはないんですけど。はい。 いやだけどまああのよくまあやってるなっていうのは感じますね<ー>、うん、奥さんとしてもお母さんとしてもそうですねもうお酒も45年飲んでないんじゃないですか<ー>うん、まあ、家のこともよくやってるしまあはい、うんまあ、よくやってるなと思いますね雅人さ,さんのご両親との関係というのも,もうすごいいいですねうん住みやすい人 <laughs> だったら問題なさそうだといや 子供としてみるとあれですよ。言われないと親って意外と元気だと思ってるんですよ。うん、そうですよね。そういう部分あるかもしれない。あのー、やっぱ母月1しか会わないじゃないですか。うん、やっぱ久しぶりに会う母親父親っていうのは多分ウキウキしてるんですかね。元気なんですよね。そう楽しみやからウキウキするだろうし。えだからいやそれがいつもだと思っちゃうんですよ。こっちは。ちょっと違うなそれはな。えだだから <laughs> だからそんなこともあんまり。 まだまだ元気だろうとかって思っちゃってるんですよね。うん、まあ、元気と孫と会いたいな別だからね。はい。<laughs> <laughs> 実際は結構あの元気な方でも。あの、その先のことを心配されてることがやっぱり多くて。今はまだいいけど、あと5年後は。とかっていうのが多いかなと思います。らピンポーンとなりましたが、どなたかいらしたようですね。ちょっと出てみましょうか。 こんにちは。どうぞ。いらっしゃいませ。お邪魔します。<laughs> お邪魔します。と <laughs> いうことで、どうぞどうぞ、お説明ください。サプライズゲストに、ご登場いただきました。ご紹介いたしましょう。東尾理子さん、<laughs> 矢沢心さんです。よろ,すよろしくお願いいたします。ます腰が痛いんですよ <laughs>、はい。理解してください。ねね、本当にもう。はい 腰が痛いって言っても最近孫の面倒をサボってるんですよ。あそうなんですか。<laughs> どうぞおかけください。<laughs> 実はですね、りこさんとしんさんには別室でステージのやり取りっていうのをご覧いただいておりました。はい。はい。<laughs> ゆっくり見てましたね。<laughs> なかなかね、興味深いお話もあったと思うんですが、りこさんいかがでしたか。あの 店ねえい、い、結構気持ちよくお話ししてましたね、うちの人。リラックスして、うちの人じゃないか、<laughs> えっと、父親。<laughs> うちの人じゃない,いまあ、そういうこともいいよ。<laughs> <laughs> 本当、とても嬉しそうですね。し <laughs> んさんはいかがですか。ちょっとね、あの、もう。人生で一番大きな買い物じゃないですか。はい、ね、うちね、お家で。はい なのに、それをね、一人で、なんか、のこのこ、なんか、いろいろ考えてるから、<laughs> ちょっと、ちょっと待ってよ、みたいな。何、<laughs> いろんな、なんか、言ってんの、みたいな、ちょっと入りたかったなと思って。なるほど。さあ。<そう> <laughs> ね、ちょっと、先ほどの調子がね、狂ってきた感じですね、まさとさんもね。タバコやめたほうがいいですよ。<laughs> <laughs> さあ、それではですね。村尾さん、二世帯住宅を考える場合、はい、やはりこう一緒に住まわれる方々の意見を聞くっていうのは、はいはい、審査もおっしゃいました。けれども、大事になってくるということですかね。はい、そうですね。あの住まわれる方があの非常に多くなりますので、皆さんが快適になるようにあの話を聞いていかないといけないなと思ってます。はい、住,む住む場合はですよね？そうですね。はい、<laughs> あれ、あれ <laughs> でも莉子さん知ってました。何が？ パパが一緒に住みたいって思ってるってそれ知らないよ知らないですよねいや子供知らないんですよだって住みたい一回も言ったことないじゃんそのことどうせどっちかっていうと俺自由に羽ばたきたい派でしょ違うってそれは口に出して言えないけどやっぱりなんとかそういう岩川でもそのなんかこうきっかけっていうかねちょっと一緒に住将来住みたいとか聞いてくれりゃいいわけしょこっちが言いづらいもんなの聞いたじゃん何をあの家作るときに あのー、相続税があああ子どもたが長くなりそうなんで裏でやってもらっていいですかいた聞いた,聞いたけど拒否ししてましたあそうでなかなかお二人の話がかみ合わない感じなんですけれども <laughs> ではあの、ここからは理子さんと新んさんにも二世帯住宅について、ね、どんどん伺っていきたいと思いますが理子さん、二世帯住宅といいますとどんなイメージがありましたか二世帯住宅は あの自分の中ではいいとこ取りできたら最高だなっていうイメージがありますね。うん、いいとこ取りのいいとこってどういうところですか、ね、えいいとこ、えー、と自分が子どもの立場だとその今子どもができたのであのその、えー、掃除とか片付けとかご飯を作ってる間に。 暇してるおじいちゃん、おばあちゃんに遊んでもらったりとか、うん、自分の知らないその知恵とかを教えてもらったりとか、うん、昔の遊びやってもらったりやっぱ子供と遊んでほしいっていうところもありますしうーんあとは建てるとしたらこう資金を半分にしてもらったりとかしても嬉しいなとか <laughs> いいとこどり自分のわがままですねそれもすべて叶えてくれそうですけれども。ね、あのー 嬉しいこと言ってくれるけどじゃあ今住んでるとこ売ろうか <laughs> 具体的に今住んでるとこ売らなきゃしょうがないえ？メインはいろいろ事情があってしただけの話だからまた <laughs> <laughs> 裏でその辺の話よね <laughs> <laughs> なかなかマイクを通しては言いづらいような話もね <laughs>、<laughs> <laughs> ありそうですからしんさんは二世帯住宅のイメージどんな感じですかまあ。 やっぱり全部、筒抜けっていうような気もしますね、やっぱ音もそうですけどあのあ今、帰ってきたとかなんかちょっとこうなんか言ってるなとかあとはこうリビングに入ってきたらあなんか全部出しっぱなしみたいなそういうなんかちょっと全部こう見られちゃうような。 そういうイメージもあります。なるほど、村尾さん、そのあたりは改善されているものなんですか？はい、そうですね。うん、あの、実際間取りとか玄関の位置とかその辺を分けることによって、うん、まあ、あの監視されないみたいな。そういうような形で分けることができますので、<ー>ま、今回そういった提案をちょっと考えております。<ー>はい。りこさんは、はい、まあ先ほどいいとこのいいとこを伺いました。けれども。うんはい 一緒に同居するとなると気まずい点とかもありますか私が父と同居して気まずい、はい、あ全然なないいです今でも、うん、手はかかるところは手はかかるんですけど自自分で自分ででの部屋とか片付けすするんですよ、はい、父って一枚服を買ってきたら一枚ちゃんとこう処分してこうちゃんときれいにあとズボンのかけ方とかもなんか妙なこだわりがあるんで全部自分でやるんですね。 なので、結構手はかからないところもあるかな <laughs> っていうのがあるので、でえー、嫌なところないですね、別に、今。われわれはいいんですけどね、相方がちょっともう一人なりますから、<laughs> <laughs> それはご夫婦頑張って。<laughs> なるほど では新さんの方はいかがでしょう、あの一緒に住むとなると、まあ、嫁姑問題とかね、いろいろこう心配なことはないですか、うん、全くないです、すごいもう素敵なあの両親で、はい、本当にいろいろ話していても勉強にもなるし、うん、見ていても参考になるし。 本当に一緒に住んでると楽しいだろうなって。<laughs> いやいやだけですよ。はい、1> 月1回なんですよ。これが毎日になるとどうかなと。スキーちゃやっぱりあのだ,だから。 その夜の食事会と泊まった日の朝のか空気感が俺は違うっていうのはそれはどうですかシンさん感じてらっしんい,いない時もね二人で喋ったりとかお父さんと喋ったりしてるから私はあのそんな気はないんですけど <laughs>、はい、でもお父さんとお母さんはすごい気を使ってくださってるのかなって思うと、うん、逆に相手に無理をさせて自分が気持ち良いっていうのもまたそれは嫌だから、うん、その辺でやっぱり。 プライバシーだったりプライベートっていうのはちゃんときっちりこう分けてあるとお互いがあの住みやすい環境だからいいんじゃないとも思ったりしますけど大体、だだいたいあの泊まった次の日は僕がそろそろ帰ろうかって必ず言うんですよ。えも,うもう帰るのって言うんですよで、あのー。やっぱり違うんでしょうね女の人と男の人の。そのんー 両親との空気感の感じ方が。もう早く帰ろはい。なんか。いや、多分、うちの親もそろそろ帰ってほしいんじゃないかなって。か。っていう思ってるんですけどね。あの、子供。帰ってほしいかも。孫はそう、孫はそう、なんか、そん、多分、そうでしょうね。はい。なるほど、なるほど。なるほど。まあ、あの、お子さんの話が出ましたけれども。あのお二人は子育てをされていて、こう、やはり辛いなと。 やっぱり同居して見てもらえたりしたらいいなと思ったりということはありですかもう先ほども話しましたけれども、うん、あのどうしても抱っこ抱っこって言って,料理,してる料理が進まなかったりするのでうん、うん、そういう時にこにちょっと見てて遊んでてほしいなっていうのはよく思いますね、うん、やっぱり同じであのどうしてもこう家事をやるときとか 何かこう自分のことでもそうなんですけどちょっとした時に見て,見ておいてもらえると、うん、買い物でもパパって行きたいけどいるからやっぱりパパっとは行かずっていうところをちょっといてもらえたら助かるなっていうことはす、ね、すごく思いますあと、すごく贅沢言うとこう子どものことを中心にしすぎてこう主人のことを忘れがちになるので。うん 主人かわいそうだなっていうことにちょっと今年気がついて子供が2歳になってなんとなく気がついてあの主人とのやっぱ時間を主人も大切にしてあげなきゃいけないなと思うので、うん、主人とデート行くときに子供を見といてもらうとかっていうのもやりたたいいなって思いましたねお父さんの立場としてはそれでもこう預かってあげるよって。 んいえいえ、それだったら一緒に行きますよね。そうですね冗談じゃないよ。えー、冗談じゃないですか。